キングスマ運転はアメリカ合衆国ノースカロライナ州クリーブランド郡とカストン郡にまたがる都市である。地域の大部分はクリーブランド郡に入っている。シャーロット大都市圏の小さな郊外都市である。2010年国勢調査での人口は1296人だった。キングスマ運転となった開拓地は当初ホワイトプレーンズと呼ばれていたが、1874年に 市として法人化された時に解明された。この地域は、サウスカロライナ州ヨーク郡にあるアメリカ独立、戦争のキングスマウンテンの戦いがあった場所に近い、ことから、キングスマウンテンが適切な名称だと判断された。キングスマウンテン市内のアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、セントラルスクール歴史地区、キングドーリコ仙境、マーグレースミルビレッジ歴史地区、 ジェイコブ・エス・モーニー記念図書館と、教員住宅、サザン鉄道車古線橋、ウェストエンド歴史地区がある。キングスピナクル・キングスマウンテンは、北緯35度14分39秒、整形81度20分33秒、北緯35.24417度,度、整形8 1 3 4 2 5零度、3 5 2 4 4 1 7 8 1 3 4 2 5零に位置している。 週刊高速道路85号線を使って、シャーロット市の西30マイルにある。やはり85号線を使って、サウスカロライナ州、ガフニー市は南西21マイルにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は12.6平方マイルであり、このうち陸地12.3平方マイル。 水域は0.23平方マイルで、水域率は1.98%である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2010年4月20日、グレーハウンドが定期都市間バスの運行を始めた。バス停は、週間高速道路85号線に近いヨーク道路726のバトルグラウンドペトロリアムにある。十五号線に近いところにあるということが、 近くのガストニアからバス停をここに移した主要員になった。ありがとうございます。